今日はプレートを寄贈した広島東南ロータリークラブの関係者などが参加して設置のセレモニーが行われました。ムクノキは被爆当時、爆心地から530メートルの場所にありました。去年3月の調査で枯れていることが確認されたことから被爆樹木の登録が抹消され、台風で倒れる恐れがあったため伐採されました。今回被爆樹木だったことを後世に伝えるため説明プレートが切り株の近くに設置されました。こういう被爆樹木がですね、ここで生育したということをですね、皆さんにお知らせすることで、被爆の実相を後世に伝えていきたいと考えております。被爆樹木は登録制度が始まった1996年には171本ありましたが、徐々に枯れるなどして現在は160本になっています。